ストクラスよ。ファーストクラス。完成でーす。完成。大げさだね。もすごい図形と目覚ましなし。うん。けどすごい。よく起きれたね。ケンの頭に私の靴下ある。なんでよ。だね。寒くなかった。うん。よし。よしよし。準備だな。よしよし。曇ってる？ああ、ちょっと見えないけど。とりあえず外出るか。急がんと、うん。やばい、明るい。やばいやばい、明るしたな。消えた。ファーストクラス。ファーストクラス。ジャルのファーストクラス。やばい。気持ちいい。自作リクライニングチェア。すぐ寝れる。そろそろだね。
朝風呂してきました。朝最高、1時間半だけ温泉開けてくれる朝風呂制度がありまして、6時半から入ってきて、こんなに充実してたのにまだ7時40分。やばいっしょ。幸せだ、幸せだ。じゃあちょっとお腹すいたんで食べますか。本日はこちらです。札幌初冷たいスープで食べる西山ラーメン、ハマグリのだし汁冷製ハマグリだし塩味。絶対うまいだろうと思って買っちゃった。ナイスチョイスすぎる。絶対うまいよね。絶対うまい。しかも西山ラーメン、今回ハマグリ買えなかったからちょっとこれで穴埋める感じで。いいね。半熟煮卵、半熟煮卵はそこまでの熱で紹介するものじゃないから。そうだね、うん、全部が全部っていうことではそう思うないから。綺麗な断面、萌え断。なんていう顔しながら混ぜてんの。美味しそう。てか俺このスープが好きかも。ハマグリスープセンスありすぎ、誰考えたの。二日酔いの時とか最高だろうね。ハマグリスープの冷製ラーメン、熱いしちょうどいいわ。西山ラーメンさんマジで感謝だ。北海道だよね。そうだよ、そうだね、うん、私の同級生だって言ったし。あ、いやいやそうだけど、いや言ってなかったなと思って。ああ、西山ラーメンが北海道ってこと。うん、有名じゃないの。本州にもあるから。あるんじゃない。誇りじゃない。誇りだ。どうすか。いいと思う。オッケー、じゃあ捨ててきます。お願いします。ここにハマグリスープの素を入れます。そして冷え冷えのお水、メンマ焼き豚。ケンが冷やしてきてくれました。氷1個入れたいんだけど。あ、いいね。ね、やばい、めっちゃ美味しそうだけど。わー、いいね。うわー、あー、溢れる。で、最後にみょうがと。なにこれ、キャンプ場で食べるもんじゃないでしょ。完成です。完成。レベチで、こちらです。特製ハマグリの出汁の塩ラーメン、冷製塩ラーメン、冷製塩ラーメン。いただきます。具乗りすぎてまた食べれないパターン。うん、どう。まだ麺いってない、食べれない麺。やばい、やばすぎる。ハマグリの出汁がすげえ効いてる。てる、うん、分かるんだ。めちゃめちゃうまい。分かる。うまっ。うわ。これはちょっとブラックペッパーかける。それだ。ブラックペッパーだ。あー、いいね。マジでうまそう。ケイト、ありがとう。何が？俺が買ったのかこれ。ケンが買ったんだよ。ケンが見つけてきたんだよ。ケイトが作ってくれたから。ありがとう。うん。うん。ありだね。あ、すごいすごいすごい。ハマグリすごい。こんな贅沢なことある？
めっちゃこの景色に合ってないこのラーメン。海の幸。海の幸。梅キャンはやっぱ海の幸を堪能したい。うん。お。キンキン？うん。安定の。メロンソース。いいの？うん。お風呂上がり何も飲んでなかったもんそうだずっと脱水だったよ。朝も何も食べてないし、うん、うまい。ちなみに、ピンビールとかメロンソーダとかうちらよく飲むから、うん、缶アキ？ん？缶アキ？缶アキ必須で、缶アキはこのセリアの、セリアだっけ？うん、万能ナイフっていうのかな？これ なんつうっけ？コンパクトナイフ？多機能ナイフみたいな。多機能ナイフよくわかんないセリアのこれを使ってます。ワインのコルクのやつもあるし、これマジで優秀じゃない？ドライバーもある。使ったことはないけど、ハサミもある、ね、うん、これ100円、最高。マジすごい、ちっちゃいし。あ、ナイフみたいなのもあるんだ。そうそうそう、あんの、ずっと使ってるね。うん、コーヒー飲むか、キン。最後の一服、最後の一服して帰るか。ソフトクリーム食べて。食べたくないの？いいよ、キン食べないなら食べる。食べる。I'm not here to criticize the risk. All I am is friend, your friend to hug. All I am is friend, your friend to hug. グローブ欲しいの？どこ行っちゃったんだろう。本当にどこで忘れてきたの？多分サヒなんだと思う。コーヒーの音がないの、何も。昨日食べちゃったもんな。もう食料きれいに使い切った。すごくない？八角だけじゃん。昨日お母さんにサービスしてもらった八角、どうしても食べたかったんだけど、昨日の夜はもう本当にお腹いっぱいだったのと、今日もラーメンが意外とずっしりきたから、うん、諦め。発覚がちょっと家に帰ってしっぽりしっぽり日本酒といただきます。じゃあ、ああ、ちょうどいい。昨日めっちゃ苦かったからな、閉まれないかな。朝知るかと思った大げさだね、君も。この先行きたいな。稚内まで行きたいね。え、これって北海道のあの形のところ？これに決まってるでしょ。ここでしょ。やば。やばい、気づいてなかった。こっち日本海だ。かっこいい。かっこいい。え、かっこよくない？俺らが今ここにいることが、そうそうそう、かっこいい。確かにかっこいいかも。え、ちょっと待って、ちょっと待って、まあまあ上なんじゃん。あとどんぐらいなんだろうね。多分2時間ぐらいか。うわ、北海道のこの形のこのここの頂点まで行くこのカーブ剣聞いてんの？いや分かってるもん俺場所どこか。このカーブのこのこのカーブがここまっすぐ行って、で一番奥まで行くと稚内、日本の最北端。時間があれば行きたいけど、ね、
え、待って、利尻島とかってこっち？そっちだわ。いや、行ってみたいんだよな、利尻。行きたいよ。いいね。わかんない、行ってみ、行きたかったな。行きたかったな。また道北リベンジかな。なんかこんなに道北が満足度高いとは思わなかった。なんか道東の方がすごい出てくるからさ、ネットで。キャンプ場とかボリュームが多い、すごい、うん、面積広い感じするもんね、道東って。まず、うん、だって右側全部道東でしょ。道北はさ、真ん中に道央とかがあるからさ、なんかちょっと面積少ないか、少なそうじゃない、うん、道東よりは。このこれのこのこのあたりだけどだもんね。ここは道央じゃん。道央、そうそうそう。あー、穏やか。波ないね。波ない。うん、なんか綺麗。帰りたくない。地球の形してるように見える。え、丸くなってない？なんか水平線がちょっと、あ、こういうふうに、うん、利尻行きたいね。利尻行きたいね。はい、というわけで2泊3日東北絶景極上のキャンプ旅。最高だったよ、本当に。ロケーションも最高だし、食べ物も、天気にも恵まれたし、うん、食べ物ね、最高だったし、みんな優しいし、優しい、いい出会いもあり、うん、最後は朝風呂で締めるという。風呂最高だったマジ。この今の景色が露天風呂から見える。やばいよね。で、このキャンプ場を忘れちゃいけないのが無料。いや、おかしいよ。普通にトイレとか道の駅のトイレだから超綺麗なんだよね。めっちゃ綺麗。普通に、うん、あのトイレの個室入ったらビーンって開くやつだった。マジで？え、俺そっち入ってないよ。普通にあの男の方だったんですか。女子はさ、普通に個室入ったらビーンって、で、なんかシーッとか言ったの、なんか最初に消毒みたいなされるやつだ。すごい。無料で。俺さ、あの朱鞠内湖はいいんだけどさ、海キャンがちょっとなんか抵抗あったんです。うん、テントとかベタベタ、うん、なんないかな、のかなと思ってたら全然ね、全然、うん、カラッとしてよかった。ここはぜひ毎年行きたいキャンプ場入りですね。そうですね。もうおそらく北海道の夏はほぼほぼ終了ですので、次ぐらいからは毎回ダウンを着て、電気毛布必須、必須で、ストーブもある時が出てくる、うん、来るかもね、いう感じで北海道の四季をお届けしたいんです。秋キャンかな、秋キャン、うん、はい、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ソフトクリーム食べて帰ります。二人で一個だな。とりあえず車の中入ろう。うん、おいしい。岩瀬牧場。砂川 SA 限定品。うん、岩瀬牧場の牛乳たっぷりソフトクリーム。こういうの待って、めっちゃおいしい。350円。これはね、好きだと思う。ケン、ほんと？あの、カスカス系ザラザラ。うん、うまい。牛乳だ。食いついた。鼻ふん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 。うん、あー、おいしい。これ久々に濃厚牛乳系に出会えてよかった。がっちり牛乳系ね。岩瀬牧場おすすめです。はい、また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。
Ah!